どうも、プロ野球兄弟です。兄です。けいちゃんです。今日は久しぶりの、はい、クイズ動画でどう兄から作ってきました。いいっすね。じゃあクイズいきます。はい、応援歌逆翻訳クイズ。じゃあ意味がわからない。逆翻訳っていうか二重翻訳。あ、英語にして日本語を英語にして、それを日本語に直すと、なんか文章が、まあ、特に Google 翻訳とかね、めちゃめちゃになるみたいな。ああ、なるほど。あるじゃん。それで、まあ、応援歌翻訳して、もう一回日本語に翻訳したものを用意したので、それ、誰の応援歌か。なるほど。当ててほしい。それはやばそうっすね。で、まあ、ルールというか、今回は、まあ、例題出すと、じゃあこんな感じね。例題は？例題こちらです。その胸を燃やし、炎でそれを打ち抜き、バックスクリーン。おー、すごい。あ、こうやってなるんだ。あ、これは簡単な例だから、ね。その胸を焦がす炎のままに、気迫。あ、気迫はどこ行っちゃったんだろう。そう。それ用になっちゃった。ああ、気迫で打ち抜くんだ、バックスクリーン。うん。なるほど。で、これがあって、これわかんねえってなったら、じゃあ英文を、あげます。と、バーニング。バーニングザットチェスト。その胸をバーニングする。で、パンチングイットアウト。アウト、ウィズ・ザ・フレームス。炎のままに、フレーム、炎のままに、で、バックスクリーンだけ最後に残って。なるほどね。まあ、正解はもちろん、中村だけだけど、これね。なるほど。ああ、なるほど。こういう問題が、何問か。今回は5問持ってきました。5問。うわー、これ答えられるかな。でも、例題で見せた通り、基本的には名前が出てくる応援歌はないと思ってほしい。あ、そうだね。うん。あとね、惜しかったのが、荒川とか、肥後とかが入ると曲がっちゃうんでね。あ、確かに、ね。そのまま訳されるから。ああ、なるほど、ね。いや、それもないと。ああ、なるほど。まあまあまあ、ということでね。じゃあ、早速。じゃあ、第一問目。一応、これが一番簡単かなって思ったやつをね。なるほど。第一問目。いや、それがわかるかも、ね。こちらです。沸騰参道の期待に燃える、その腕に。に闘志を注ぐ。闘志を注ぐ。闘志を注ぐ。これは、松田のビールじゃないか。これね、湧き立つスタンドのが、正解なんですけど、湧き立つスタンドのが、バーンアップトゥーザエクスペクテーションになっちゃって、もう沸騰になっちゃったっていう。オブザボイルドスタンドっていう、ボイルドスタンド、なるほど、ね、ボイルされたスタンド。沸騰したスタンド。沸騰したスタンドね。そう。いやー、最初何書いてるか全然わかんなかったな。パッと見、まあ、確かに。注ぐみたいな、そのまま闘志を注ぐみたいな、なんかそのまま訳される時もあれば、こんな感じで、誤訳されちゃう時もあります。最後まで読んだら分かった。そうそうそう。なんか、沸騰何って思ったけど、確かに、まくってみたら、確かに松田の演歌を想像するのは合ってるかも、ね、そう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 。なるほど。こんな感じ。はい、どう？面白いでしょ？いやー、面白いな。これあと4問あんの。第2問。はい。こちらです。これも分かると思う。保護の鍵。この夢のような場所でチームを背負ってさらに高い高さを目指しましょう。やば。え、あれ、これなんか知ってるやつだよな。保護の鍵ってこれなんだ。保護の鍵ってなんだろう。保護の鍵ってこれなんだ。さらに高い高さを目指しましょう。なんかさらなるなんとかを目指せみたいな。チームを背負って、これ2問目なんだよね。結構意味は原曲に近いなと思って2問目にしたんだけど。ああ、なるほどね。うわ、いや、このね、保護の鍵っていうのが全然なんか、さらに高い高さを目指しましょうって、もうなんか頭痛が痛いだよね、これね。そうそうそう。頭痛が痛い状態だな。まあ、確かにこう言ってるなって俺は思ったよ。全然わかんない。じゃあもうヒント出しちゃう。ヒントをください。じゃあ英文ね。The key to protection。 扉を開けて的なことなんだろうな。キーじゃん。キーが鍵じゃないよ。プロテクションが鍵だよ。プロテクションが鍵なの。そう、プロテクション、保護って訳されてるじゃん。うん。Google のやつ。T はね、難しいと思う。プロテクションをもっと、いろんな言葉に翻訳すると。
なるほどね。そういうことか。そう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 。なるほど。高い高さ目指してるでしょ。あ、チームを背負い、さらなる高い身を目指せと言ってるわ。あ、なるほど。そういうことか。じゃあ正解は？ニッパームの王の。そう。はい、正解です。王の。あ、なるほど。守りの要か。そう、守りの要。要はね、キーって訳されたやつだし。なるほどね。キャリーザチーム、チームを道に運ぶと。オン、ユアバック、背負い。さらなるっていうのも、さらに高い。高みで。ハイヤーハイツ。ハイヤー、より高い。あ、なるほど。なるほど。そう。まあでも、1ヒントだな。ああ、なるほど。1ヒントだな。ああ、なるほど。さっきの松田は0ヒントで答えられた。わからなくもないな。そうそう、わからなくもないでしょ。うん、じゃあ3問目。これね、意外とシンプルで難しいと思う。はい、こちらです。今すぐ見せて、あなたの力を押して勝利をつかむ。シンプルだなぁ。これね、シンプルすぎてね、難しいと思う。ああ、なるほど。わかった。わかりました。はい。これは、日本ハム、稲葉篤則じゃない？遅い、正解。おいや、今見せろ。お前の底力だから多分。あなた、あなた、You パワーみたいな。そういう英語もこんな感じで。You are, show me, 見せてくれ。あ、ストレイミングですか。show me now, 今見せろ。今見せろ。通過見取る。勝利をつかむで、結構。グラブザビクトリーね。今と勝利で、結構、ギュッて縮められたかも。うん。はい、稲葉でした。さっきの保護の鍵やばかったな。4問目。こっから結構難しい。これはね、難しいと思う。すごい。こちらです。この1回のヒットで、折りたたんで、今すぐヒットし、強くヒットして、ボールを飛ばします。あ、ね、これ1個言っとくと、これはね、誤訳がある。けども、そのまま乗せたら面白いから。心当たりはあるんだけど、言っちゃう？誤訳があるんでしょ？だったらこれあり得るかもね。これは、松中信彦ですか？正解。おぉ。いや、なんか、やっぱね、そのね、誤訳があるっていうのがなかったら、結構いいヒントだったと思う。その一打で、畳みかけろ。フォールドイットアップウィズザットワン。ヒット、ヒット、イットナウ、ヒット、イットハード。ヒットめっちゃ多いね。あのね、一打とかが全部、そう、一打がヒットになってる上に、畳みかけろが畳むになっちゃった。あー、なるほどね。折りたたむになっちゃった。その一打で、畳みかけろ。その一打を畳んでくださいね。今叩け。ヒットで畳む、折りたたむっていう。今叩けが、ヒット。力入れ。力入れも強くヒットして。まあ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 。うん、ボールを飛ばします。うん、あ、よくわかった。今んとこ思うのだけ。大好きな文化だからね。最終問題。はい。むずいと思う。むずい。すごい。はい。友達を刺激する姿が、ファンが必要な理由です。明確で敵に直面する、その戦術を利用する。なるほど。え、わかった？いいっすか？いいよ。これは、うん、オリックスワファローズの伊藤光。うん、正解。え、なんでわかったの？仲間を鼓舞するその姿が扇の要たるゆえん、さえわたるその、やっぱね、これは、あ、戦術？変わらなかったんじゃないかなって思うと、戦術、これさ、実は語訳があるのわかる？ファンってなんだと思う？扇の要？扇の要がファン？そうなんだよ。どういうことかっていうと、あ、扇これか。そう。なるほど、ね。あ、ファンってそういうことか。ファンってそう訳されちゃって、英訳でまず、ファン is needed に訳されちゃって、ね、扇風機ね、扇風機が必要とする中心みたいな。で、これをもう一回日本語にすると、あの、ファンが必要にしていますになっちゃう。仲間を鼓舞するその姿は結構いい感じで訳されてる。扇の要たる、ゆえんが理由だったから。そう、理由。そうそうそう。で、冴え渡るその戦術、敵を迎え撃てだから直面するが迎え撃つっていうので、で戦術と敵、うん、敵を直面する戦術で結構絞った。これわかるのかすげえな。だで。これ日本語おもろいなと思って。これすごいね。ファン。そう。ファンって。ファンの。正直ファンはいいわかんなかった。するした。さっきちょっと歌っていて、ファンってなんだって思ったけど。だから、
ファン、扇の奏でね、ファン。扇の奏で、そういうことか。ああ、なんか。素晴らしい。これ、面白い、ね。面白かった。なるほど。またやりたいなと思うんだけど。第2弾をね、とりあえず。じゃあ、今回は、はい。はい全部答えられましたと。応援歌、翻訳、逆翻訳クイズということで、はい第2弾がね、出ること、祈りながら僕は。待ってます。兄ちゃんが作ってくれるのを待ってます。ということで、今度が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ、バイバイ。